日峰神社は、徳島県小松島市中田町にある神社。市の北側、阿波山方の一つである日峰山の山上に鎮座する。旧東洋某付近から望んだ日、峰神社園形祭神は、主祭神に、大日霊、ママキシン、愛、殿神に、少なびこなの神、一木島姫神。境内社に、船玉大神がある。社殿によれば、奈良時代の天平商法2年。 豊野正と篠原が、阿波神に任ぜられた。よく天平商法三年国内に薬病が流行した。住民の苦しむ姿を見た、阿波神は、日峰山で、日滝神事を行い、祖神に祈願し、薬病が治まった。これにより、山上二社を建立したと言われる。この伝承から、毎年、十八山、日滝祭りが行われている。中世以降は、日宝大権元と称せられ、 桃山時代の天正14年初代徳島藩主となった八塚家政は、阿波入国の際に日峰間に泊まり追記の場所を定めようとした。家臣は日峰山を進めたが、家政は聖域であるとして選ばず、現在の徳島城の地に築城したと言われている。その後、日峰山一帯を聖域として、私有を認めず樹木の伐採を禁じた。明治5年。 日報神社と解消して孫社に列した。なお、現在では、峰寺を、峰としている。この神社に奉納には、カニの絵のついた絵馬が奉納される。カニの絵馬には、以下の伝承がある。昔、小松島の農民は毎年、田植えの時期になると闘病を、根元からカニに食いちぎられて困っていた。そこで、農民揃って日、峰神社に祈願した。するとカニの被害がなくなった。以後、 祈願や飼い願いの際に、カニの絵馬が奉納されるようになったと言われる。祈願を行った信者には、以後、カニを食べない人が多数見られる。社殿には、サルカニ合戦や、カニ千匹などカニにちなむ、大学が奉納されている。当社公式サイト、社務所発行有書書などより、ありがとうございます。